ね、今日私は土曜日休み連休ってことで、長野県は野辺山、これ村ですよ。これなんて読むかな。長野県南佐久郡南北村、南牧村、わかんないですけど。はい、ここめちゃめちゃ山が綺麗です。雪も綺麗です。北海道みたいです。いや最高だね、本当にね。来てよかった、朝5時に家出て。 いやでもね、まあ私は北国の男なので、すごい猟銃あふれるこういう場所が大好きなんですけどね。でもなんか本州っていうのはやっぱり北海道と違う雰囲気があるなと思うんですよ。北海道また独特の雰囲気が、これとまた違う雰囲気もあるなと思うんですけどね。祖父の住んでいる青森を思い出します。でね、ここはまあ JR で一番高いところにある駅ということで、まあこうなんか見下ろしたりすることができるわけではないので、ちょっとまああまり実感湧かないんですけどね。私もまあ一番日本の一番東である根室とかね、あとまあ日本の一番南にある JR の駅がある枕崎、鹿児島本線とか、まあいろいろ行ってるんですけどね。まあ今回一番高い場所に来たということで、ビデオも撮っちゃいますよ。長野県最高だな、本当にな。いやー、ソフトクリーム美味しかったし、ね、食事はちょっとセブンイレブンで唐揚げ弁当 っていう、まあ、ね、見事ケチなんだな。ケチっていうか、まあ、節約。あまり、まあね、まあ何回も南信州のそばとかも食べたことあるし。いやー、それにしても、次の汽車が来るまであと1時間、1時間もないけど、暇だな、ってことでこういうビデオ撮ってるんですけどね。おー、いいな、本当にな。いや、また来よう。あー、夏は綺麗、秋も綺麗、長野最高だよ、本当に。いやー、本当にな。いやー、すげえな、本当なんか東京に住んでたこの子と、まあでも東京からね、結構早く行けるんだよね。おー、そして目の前に広がるパノラマ。There is a snowman smiling. はい、というわけで、こんな感じで、以上です。